さくらか。サスケくん、なんで？サスケくん。おい、いいの、止まれ。てめえ何しに来やがった。俺は木の葉の里を守ることに決めた。そして俺がおかげになる。ゴブサタ抜け人がいきなり帰ってきてギャグかましてんじゃねえぞ。おかげの意味分かってんのかこら。お前に何があったか知らねえが、ありえねえんだよそんなこと。お前自分が何言ってんのか。今までのことがチャラにできると思っているのか。ああ、チャラにはできないだろう。だがお前らが俺のことをどう思うかは関係ない。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺が火影になり里を変える。